はい、16対9の四角の中に生きる、これ洗濯物をね、取り込んでスッキリした男です。あのね、よいしょ、ラジコンヘリ買っちゃいました。クワッドコプター、マルチコプターとかなんかそんなね、名前のやつですね。おー、ずっとヘリ欲しかったですよね。ね。これ、あれですよ。amazon.co.jp で。アマゾン便利だな。何でも買えちゃうからな。イノシシ肉とかね、僕買いたいなと思って、アマゾンで見たら、ありましたからね。イノシシ肉。あと、羊の肉とかね。いいっすね。便利ですね。入ってかないよ、これ。バッテリーが。バッテリー引っかかっちゃって、あれ？あ、わかった。これ先に入れて、こう刺しゃいいんだ。バカだね、僕。ちょっとここら辺だけどね。あれですよ。空撮したいからね。タコで何度も失敗して、いますから。スイッチ入った？あ、入れてなかった。ね。まあタコでも成功させますけども、これでまずちょっと、空撮をね、成功させて。で、ちっちゃいカメラ買ったんですけど、1000いくらの。ちょっと使い方がね、もうちょっとね、もうちょっと、こう、見てからじゃないと、ちょっとわかんないですね。撮ってるかどうかもわかんない。もう、モニターもないし、まあ、安物ですからね。こう、赤く、なんか、ランプが点滅するだけで、撮ってるかどうか、本当わかんないですよね。こうね、もうだからこれ重いんですが、こいつをつけて撮ってみます。これだったら撮ってるかどうかはもう分かりますからね。おい、お、来た。ね、これでちょっと複雑挑戦してみます。はい、複雑っつって、あのね、外、今雨止んだら外でやるけど、止んでなかったらね、玄関かな、家の中ですね。家の中のちょっと広いところで撮りますよ。はい、これ重い、一回やったんですけどね、ちょっとね、しんどそうだったこいつね。まあやってみます。はい、よいしょ。成功とは言えませんわね。まあ、重くてね、やっぱりね。なんかね、一応ちょっと上がるんですけど、僕の手でこう、ふわっと上げてあげると、割とスーッと、2階の、この家の2階の窓ぐらいまで上がるんですけど、
そっからふわすーっと降りてくるんですね。重みでね、こいつの重みでスーッと降りてきちゃうんですね。うん、だからうん、だからこの何ちっちゃいカメラだから、なんか買ったでしょ。僕買ったんですよ。なんかすげえちっちゃいカメラ、あれはなんか質が荒いので綺麗に撮れないから、うん、だからこれぐらいのやつの こいつの画質ぐらいで、あれぐらいちっちゃくて軽いやつ、軽いカメラがあればベスト、うん、あのこのね、そんなに高くない、ラジコンヘリでも空撮が簡単にできるっていうね。あのがっつりね GoPro とかね、あの載せようと思ったら十何万のヘリが必要ですから、そうなっちゃうとね、うん、まあなんかもっと工夫してね、なんかうまいこと綺麗に空撮をラジコンヘリでできるように頑張りたいと思います。まあじゃあ